のぼさんおはようございます。返信だいぶ遅れましたね、すいません。ライブ放送の方も来ていただきましてありがとうございます。まあいろいろと振り返るものがあったと思いますけども、私の方からね、まあやっぱりこう速稼塾という塾ですから、師匠として弟子に言えることっていうのはちょっとねしょっぱいことになると思いますけども、まず一つね、視聴者さんからいただいた、こうした方がいいんじゃないのっていうのからお伝えしますと、やっぱ声がね、ノブさんの声が聞き取りにくかったっていうところがあります。これは一つにはマスクをしていたんで声が通りにくかったっていう、この環境の面があるのかなと思います。あとはマイクがね、環境が悪かったのかもしれません。もしかしたら備え付けのマイクをそのまま使っていたから、ちょっと感度に疑問があったのかなってところなんで、まあ今ね、2,000〜3,000円とかで買えるマイクとかありますし、これから放送をなりわいにするんだったら10,000円前後のマイク使っても十分高感度で低コストのもの手に入ると思いますんでね、マイクもちょっとね、検討してみてはいかがでしょうか。いろんな YouTuber さんがマイクの紹介してくれてますんでね、私もそういうの参考にして買いましたけども、3,000円ぐらいのマイクですね、私の場合は。はい、それですね、あとは話し方なんですけども、これは私にも言えるんですけども、いろんなものを伝えていくときに抑揚をつけたりね、沈黙を使ったりとかね、あとはこの口の動かし方ですか、大きく口を動かして声がはっきりと、うとかえとかあとか母音とかは特にですね、ああいったことを大切にすると伝わりやすくって、聞きやすい、声とかになってくるんですよね。やっぱり人にものを伝えるときって書いて伝えるか喋って伝えるか、そういうふうに限られてきますんで、まあ、そこはね、伝え方はこれからいろいろと積み上げていくところになるんじゃないかなと思います。まあ、そんなところですかね。で、非常にいいものでも伝え方が悪いと悪いものに見えてくるんですよ。で、シンプル FX っていうのも、一体それが期待していいものなんだろうか、それは儲かるんだろうか、簡単なのか難しいのかなってことを受け取る側がね、理解しやすいように受け取る人の立場になって伝えていくことを考えればだんだん見えてくると思うんですよね。で、最初からうまくいくことばかりではないんですけども、でもやることによってね、反応が必ず得れますから、そのフィードバックによって自分の目指している方向とか伝えようとしているものがちゃんと受け取っていただけるのかってことがわかるんではないかなと思います。きっとですね、この取って出しって言って録画して編集なしにポンと出すの、これで効果がなければ、編集をしてテロップをつけるみたいな作業が最初は必要になってくるかもしれませんので、自分の場合はどうかなっていうふうなことを考えながらね、たまには編集したきっちりとした動画を撮るのもよろしいんじゃないかなというところでございますね。いやでもね、対談させていただいて私も非常に、嬉しいなというところが多かったですね。ついついね、喋りすぎてしまってのぼさんのデマをね、邪魔してしまったのかもしれませんけども、またこういう機会を用いてノブさんのことをもっともっとね、盛り上げていきたいと思います。まあ、私はね、何度も言ってますけども、ノブさんだったら人を導いていける、束ねていけるリーダーになれると思うんですよ。間違いなくリーダーの器でございますんで、その力をね、ぜひ信じていただいて、そのリーダーという器の素材をさらに強く生かすためには、どんなことを、どんな道を歩んでいけばいいのか、これを一緒に探していきましょう。それではまたよろしくお願いします。